フライド海軍基地における核兵器保安は艦隊防護グループの責任の一部である。イギリス海兵隊艦隊防護グループはイギリス海軍の核兵器防護とその他の保安関連任務に責任を負う790名からなるイギリス海兵隊の部隊。前進となる部隊は第43コマンドとして1943年に編成され、その後解体と再編成。 解消を繰り返してきた。初期のコマンド部隊はすべてイギリス陸軍に由来するが、1942年2月、イギリス海兵隊は彼ら自身のコマンド部隊を組織するよう指示され、6000名が志願した。第43コマンドは1942年7月、王立海兵隊士団に属する大隊をコマンド部隊に転換する決定がなされたのを受けて、編成された。 初期の人員は海兵隊第二大隊から引き入れられており、コマンド訓練はスコットランドで行われた。この部隊の450名の兵員は、司令部3名の士官と63名の貸し官兵からなる不評隊保個に編成され、重火器隊及び通信小隊が伴っていた。第二コマンドを第九コマンド及び第四十海兵隊コマンドと、 共に第43コマンドは第2特殊任務旅団を形成した。1943年から1945年まで第43コマンドはイタリア、ユーゴスラビア及びギリシャを転戦した。トーマス・ペック・ハンター号長は第二次大戦中のイタリアにおけるロースト作戦での活躍によりビクトリア十字章を追蔵された。 ハンターは山頂の出版なお機関銃が設置された農家を攻略した。ハンターは味方部隊が援護を差し伸べるまでの間、敵の銃火を引き付けていた。この戦いで指揮官であったヤンリッチェス中佐も主君賞を受賞し、後に1952年から1962年まで海兵隊総司令官を務めた。 第43コマンドは1961年から1968年までの間再編成され、これに次いで1980年5月1日、イギリス海軍の核兵器を防護し、石油駆使作リグや船舶を含む沿岸施設に対する大海上テロリズムするために、イギリス海兵隊、小町を中隊として再編成された。1983年11月、 コマッチオ中隊は400名超の人員増強を受けてコマッチオグループになった。1987年からはコマッチオグループが大会場テロリズムに果たしていた役割は新たに編成された特殊集定部隊 M 中隊に移された。2001年3月コマッチオグループは艦隊防護グループに改名され現在の組織に改組された。同時にグループは クライド海軍基地に移転した。2004年、P ライフル中隊が S 中隊に改名され、グループは530名に拡大された。2012年、イギリス海兵隊艦隊防護グループの名が公式に、第43コマンドに適用された。2009年時点で、艦隊防護グループには550名の兵員を有し、いくつかの海構成部隊に組織されている。 艦隊防護グループは、下記の任務を負っている。艦隊防護グループは、イギリス三軍共同の特殊部隊支援グループへの参加を志願する、海兵隊員のための選抜プロセスを実施する、責任を負っている。43コマンドフリートプロテクショングループ。ありがとうございます。